カワラの毛の馬スモーキーブラック。青毛クリーム様希釈遺伝子カワラの毛とは、原毛色が影で、変異型マットップ遺伝子をヘテロで持つ馬が発現する毛色である。薄積毛と混同されやすいが、別の遺伝子による、関連する毛色にスモーキーブラックがある。これは、原毛色が青毛、かつクリーム様希釈遺伝子をヘテロで持つ馬のことを言う。遺伝上は、カワラの毛ではないが、 日本馬事協会はこの毛色を定義していないため、河原の毛、または青影として登録されている馬の中に、この毛色を持つ馬が含まれている可能性がある。高褐色から甘色の紐が特徴の毛色である。長毛及び獅子は黒い。サラブレッドやアラブといった形種にはあまり見られない毛色であるが、クォーターホースや日本在ライバなどでは、それほど珍しい毛色ではない。 この毛色の原因遺伝子は変異型マットープ遺伝子である。ラの毛はこの遺伝子をヘテロで持つ。これ以外の毛色関連遺伝子は影と同じである。影は多量のエウメラニンと少量のフェオメラニンを持つが、クリーム様希釈遺伝子をヘテロで持つことでフェオメラニンが希釈され、このような毛色になっている。獅子や腸毛が黒いのは影の特徴を引き継いでいる。 クリーム様希釈遺伝子についてはスケメケ参照。スケメゲはクリーム様希釈遺伝子をホモで持つため、フェオメラニン、エウメラニンともに強力に希釈され、全身が薄い増下色から白色になっている。ありがとうございます。